みなさんこんにちは受講生代表の徳田です本日の授業はキャリアのコンパスをもとをと題しましてキャリアオーナーシップの考え方について学んでいきますそれでは先生をご紹介しますレイベンキャリア CEO の 大阪屋ゆうき先生ですよろしくお願いいたしますお願いしますそれではまずはじめに本日の授業のゴールをお願いしますはい今回の授業ではキャリアオーナーシップという新しいキャリア感を知ってそれを磨くための具体的な方法について一緒に学んでいきますはいそれでは早速授業に入りましょうまずはじめはキャリアオーナーシップとはについてです はいでは早速なんですがキャリアオーナーシップって聞いたことありますかなんか新しい言葉ですよねはい、はい、オーナーシップなので、はい、なんか所有するキャリアを所有するとかそういう意味ですかまさにそのイメージに近いですねだからその辺についてちょっと解説させていただきますね、はい、キャリアオーナーシップとはこう自分自身のキャリアに対してこう主体性を持って取り組む意識とか行動のことを指していますキャリア自立とか呼ばれていたりもしますね。 で、これだけだとちょっと分かりにくいので噛み砕いて説明すると。自分なりのキャリアのコンパスを持つことみたいなイメージで捉えていただくと分かりやすいかなと思います。あのここ数年ぐらいで、このキャリアオーナーシップすごく注目されていますし、あの必要だよね。っていうことを結構歌われるようになったんですね。はい、なので、そこでこう一緒に考えてみたいのがこちらですね。 今なぜキャリアオーナーシップが注目されているのかということですね。いかがでしょうか。うはい。今がなぜなのかはちょっとわからないんですけれども、まあ、はいはい、昔からその自分らしい人生を生きなさいとか、はい、自分らしい生き方は大事ですよねってお話ってありますよね。はいはい、あります。はい。まさにまさにその文脈に近い考え方ですね。<laughs> はい、ちょっとそこら辺も解説していきますと、注目される背景としてはここ数年でキャリア感が大きく変化してきたからなんですね。 そそれこ,そこう自分らしさをこう大事にするようなので、まあ、そのキャリア感がどう変化したかというのを、まあ、これまでのキャリア感とこれからのキャリア感という2つに分けて一緒に見ていければなと思っております。まずはこれまでのキャリア感がどのようなものだったのかといいますとまず企業視点でいいますとこちらですね、まあ、仕事内容とか勤務時間。 労働時間、まあこういったものの多くの部分を企業側が決めるということをしていたんですねで。プラスアルファでその個人のキャリア形成も企業側がこう受け持っていたとかこう担っていたという側面があります。あの就診雇用とかだとわかりやすいかもしれないですね。会社が責任を持つみたいなイメージですね。で労働者視点個人視点で見てみるとキャリア感どういうまあどういうものだったかというとこちらですね。 会社という大きな船に乗っておけば安心みたいななんかそういうこうキャリア感があったんですね。会社にいれば望ましい目的地へのこうまあ、到着が約束されていたということがまあ昔はあったわけなんですね。なのでその会社でいかに成果を出すか実績を出すかいかに評価されるかここに注力することが求められていたのって。 自分のキャリアのコンパスを持つ必要がなかったんですよね。まあ、なくて問題なかったというイメージですね。なので、まあ、よしあしはないですと、まあ、実際これで問題なかったので,で、必要だからそういう仕組みになっていたということですね。で、えっと、ちょっと事例もご紹介させていただきたいんですが、こうキャリア感の変化を感じたという、うあるクライアントさんというか、事例をご紹介させていただきますね。あの佐藤さんというあの30代の男性の方の事例になります。 バックオフィス系の仕事をされている方ですねこの方はあの、まあ、先輩とか上司から指示、まあ、依頼とかが来たことに対してもらったことに対して忠実にやっていくこと、まあ、着々とやっていくことがすごく得意だったそうなんですね。で以前はそれで会社からも評価されていたそうです。でなのでこう自分で何か考えて何かしようとしなくても。 その依頼されたことはこ,うこなせていたのでそれの結果は出せていたのでそれで十分だったんですよねこの佐藤さんはなのでその私生活の中でもプラスアルファでこう何か勉強しようとか何か交流しようみたいなことをこうしなくても大丈夫だったんですね、まあ、これはよしあしではなくてあの必要がなかったし求められていなかったから、まあ、特にこうやっていなかったということなんですよねなので、まあ、これまではこう佐藤さんのようなキャリア感でも問題がなかったとただキャリア感が変わってきたと。 いうことなんですよね。はい、なのでその点についてもここから一緒に考えていきたいなと思っております。はい。はい、確かにかつて言われていたのは、はい、一社に勤め上げるみたいな形でしたもんね。はい、そうですね。はい、まさにそこからちょっと変わってきているんですよね。はい。ありがとうございます。では続いてのセクションはそのキャリア感の変化についてです。はい。ということで質問をご用意しました。 これからキャリア感はははどどう変化するでしょうううう変変化化すするるるででででししししょょょかかかかあいいいいにて周りを見ていてもやっぱり副業されてる方だったりとか、うん、あまあ会社も OK になってたりとか増えましたね増えましたよね、はい、そういう形でなんかいろんな働き口があるのかなと、はい、なんか多様化してる感じですよね、はい、まさにまさにその通りですねその辺もちょっとここご説明させていただきますね代表的な変化3つピックアップしましたまず1つ目があの文化時代 やつですね。あの過去のデータからこう未来予測するのが難しいっていう時代のことを文化時代とこう説明されることが多いですね。まあ、いわゆるこう正解を示すような絶対的なコンパスをこうが存在しないよね。っていうことを示した時代になります。なので、企業側もこれをやったら必ずうまくいくよ。とか、そういうこう正解を導け出せない時代になってきているのって。だからこそ会社側としても。 時代の動きに合わせて柔軟に考えたり動ける人、まあ、自律的に思考できる人、まあ、そういった人をこう求め始めている傾向があるというのが1つ目のキャリア感の変化ですね2つ目はでですすねね健康寿命の延伸です、ね、あの人生100年時代ってよく言われると思うんですが健康寿命は伸びているんですよねそれに伴って誰もが老後のセカンドキャリアを考える時代になりましたしそれが必要になってきているということですね。 あ,あるデータによると高齢者の7割近くは65歳を超えても働きたいいと思っているそうなんですねただその中でも実際働いているのは大体2割ぐらいらしいいしんですよね、はい、なのでそう考えると、まあ、現状はそのセカンドキャリアを考えるということがあまりこうできていない人が多いからこそ今後はこう自分でセカンドキャリアを設計していくという必要が出てきたということになります。 でキャリアのの変化の3つ目はこちらですすねえ雇用形態の移行になりますこれはのメンバーシップ型とからあのジョブ型にへの移行とかってよく言われるんですがこれなんか例えばサッカーチームとかで例えるとするとメンバーシップ型は選手を先に集めてで育成して育成してからその人たちにどこのポジションを任せるかっていうのを考えていくようなスタンスなのがこうメンバーシップ型ですね。でこののジョブ型というのは そのこのポジション空いてるぞとこのポジションを誰にやってもらおうかっていうところをまず先に考えてそこにマッチングする人をヘッドハンティングで探してくるようなイメージですね。はいまあ、つまり個人の能力とか資質にに焦点が当たるようなのでこれまでのこう何でもできますとかやれますという人よりはそのこう特徴とか好きとか まあこう自分から進んでこう動ける人が求められているということですね。あのこれまでのキャリア感では個性を出すとか独自性を出すみたいなことはあの必要とされていなかったんですが、もうこれからの時代は個人の好きとか得意とか専門性を活かしやすい時代になってきたというふうに捉えられるかなと思います。で今3つご紹介させていただいたんですがキャリア感の変化をこう一言でまとめるとこちらですね。 自律的にキャリアを考えられるまあ、決定できる時代になってきたということですねなのであのだからこそ自分自身のキャリアのコンパスが必要になってきたということになりますで、このキャリアのコンパスを持つメリットについても少し触れるとそれがあると自信を持って働けたり時代の変化に柔軟に対応できたり会社にも社会にも求められる人材になっていきます 少し抽象的な表現をすると自分自身のキャリアのコントロール感がこう増してくるというようなそんなメリットがあるということですねで。先ほどご紹介したビジネスパーソンの佐藤さんこの人がこう社会のキャリア感のこう変化に伴ってこうどうなったかというのも少し触れていきます。こちらですねあのキャリア感が変化したことでここ数年でなんかこうよくわからないけどあなたはどうしたいとこう 自分の考えとか意見をすごく求められる機会が増えたというふうに語っていらっしゃいました。この佐藤さん自身はこ自分の意見とかアイデアを出すことに対してこうすごく苦手意識があったそうなんですね。なのですごく困惑した数年間だったということはあのお話しされていましたね。はい。ということでまあこれここからはこうキャリア感どうシフトしていくのかということを一緒に考えていければなと思っております。はい。はい。ありがとうございます。 そそんなそのあなたはどうしたいって聞かれて、はい、自分でこうしていきたいっていうのがもし持てたら、はい、本当にこう仕事と人生が両方充実するっていう素晴らしいキャリアになりますよね。ま、納得感のあるる人生、はい、キャリアになるはずですということでこの後のセクションではそのキャリアオーナーシップを持つには何が必要なのかについて一緒に考えていきましょう。はい ということでキャリアオーナーシップを持つには何が必要だと思いますか、うん、そうですね、はい、さっきその個人の資質とかジョブ型でとかっていう話があったので、はい、じゃあ自分に何ができるのかっていう自己分析をしなきゃいけないのかなって思いましたまさにその要素の一つに入ってます、うん、はい、はい、まさに入ってますねそれも踏まえた上でここからまた説明させていただきますね3つ要素がありますまず一つ目に必要なことは自分のキャリアビジョンを持つということですね これはあの会社がビジョンを掲げるように、個人もビジョンを持っておくというようなイメージですね。これまではなんか会社から何を求められているんだろうなという、会社の軸だけで、この起点だけで考えることが多かったんですね。それをこれからは自分自身がそもそもどうしたいのか、自分のキャリアの最終地点はどこなのか、そこに向かうために今の会社、今のポジションで何をしたらいいのか。 それをすることで自分とか会社のどんな役に立つのかこういった個人もビジョンを持つことこれを掲げることで自分のキャリアのコンパスを持つことにつながっていきますなのでこうまあ会社軸だけではなくてこう自分軸を持つようなイメージですねこれが一つ目です二つ目は自分のフィールドを拡大するということですねこれはですねこう会社で活躍する人材から社会で活躍する人材へこう意識を シフトしていくようなイメージですね。これをができると、結果的に自分のためにも会社のためにもなるんですね。まあ、例えばこう、自分自身がデジタル分野に興味関心があるなって思っていって、多少なり知識があったとすると、例えば会社の中で全然デジタル推進が進んでいないとしたら、それをこう進める、推進するきっかけにもなり得るわけなんですよね。そうすると会社からも頼られますし。 引いてはこう自分自身の市場価値の拡大にもつながっていくんですねこれもまさにこう自分自身のキャリアのコンパスを持つというところにもつながっていきますで必要なこと3つ目ですね自分の取扱説明書を作るみたいなイメージですねこれは先ほど自己分析というキーワードも出ていたんですがそれこそこう文化時代なのでどんな能力とか資質が生きるかがわからないのでだからこそ自分自身の興味とか関心、得意 自分自身の価値観とかを知ることで、自分自身がどういう人間なのかっていうことをまず知ると、それをそれが分かると自分の独自性とか専門性をより強く出せるようになります。でこの自分自身を知ることで、自分のキャリアをのコンパスを持つところに繋がっていきます。で今お話した3つの,この必要なことを一言二言でまとめるとこちらですね。興味関心の領域を広げることが キャリアオーナーシップを持つことにつながっていきます。はい、ありがとうございます。こう、今までは、こう、会社の中で、どうするかみたいなところで、ちょっと狭い視点だったのが。それが、こう、やっていくことで、社会のためになるだったりとか。はい、自分の活動領域が広がるみたいな形で、視野も開けてくるんです。はい。まさに、まさに、そういうイメージですね。はい、うん。はい。はい、ありがとうございます。では、最後のセクションでは。 キャリアオーナーシップを醸成するための具体的なアクションには何が必要かについて考えていきますはいということでキャリアオーナーシップを持つためにはまずは何から始めたらいいと思いますか、うん、はいここで結構迷う人多いんじゃないかなっていやそうですよね<う>結構迷われる方多いと思いますでもなんかこう会社以外のコミュニティに行ってみるとか,、はいうん、か行動してみないと始まらないなと思いました 素晴らしい。まさにそういう動きが必要になってきますね。あの <laughs>、はい、私であの用意した情報もあのご説明させていただきますね。まず大きくご説明すると、様々なこう情報とか世界に触れること、まこれが大切になってきます。まそれこそ人と会うとか、まコミュニティ参加するとか、スキル磨くとか、いろいろやり方はありますと。で、その中でも一番手軽な方法は情報収集すること。これが一番取っかかりとしてはおすすめですね。 あの情報収集っていうと、あの情報収集だけでいいのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、情報というのはあのすべての入り口になるんですね。あのなんでかというと、あの人は頭の中にないことを思い描くことができないからなんですね。あの例えば小学生の時にあの思い描く夢とかって。 似通ったものになりやすいんですよね。はい、サッカー選手になるとか、警察官になる、ケーキ屋さんになるとか、まあそういったものですね。なんでかというと、知っていることしか身近にあるものからしか選択肢に挙げることができないからなんですね。これは大人も一緒で、知らないことは選択肢にすら上がらなくなってしまうんですね。例えば、あのブガルーのプロになるっていう話を私がした時に、あのブガルってなんだって思うと思うんですよね。<laughs> なんだそれと。 そのブガルーがわからないとその自分のキャリアビジョンとか、まあ、そういったものにブガルーというものが上がってくることがないんですよね。まあ、ちなみにこのブガルーが何かというとダンスの種類ですね。はい、なのでその知っているというのが最初の入り口になるということですね。ということでそのキャリアオーナーナシップにも情報が必要なんですねあのキャリアビジョンを描くためにも自分のフィールドを広げていくためにも情報とか 学びが必要になりますさらにこう自分自身の取り扱い説明書を作るためにも自己理解すするるための情報が必要になるんですねあこれってこういう能力なのかという情報があって初めてこ自分の資質とかこう強みを認識できるはずなので、まあ、情報が必ず必ず要になってきますではその情報をどのように集めたらいいのかといいますとこちらですねあの。代表的な方法をちょっとま,まとめてみました。 まあスクールに通う、まあ、講座を受ける書籍を読む、まあ、記事を読むそしてあの動画とか映像コンテンツからあの情報収集するいろいろやり方はありますこの中でも一番おすすめなのはこちらですねあの映像コンテンツですあの最も手軽に情報収集できるからなんですね書籍とかスクールももちろん学びとしてはいいんですがあの能動的な動作が必要になるんですね、まあ、例えばこうスクールに通うだと あの時間調整してこう移動してっていうのがありますし本とかだと本買いに行ってなんかこうペラペラめくってまあ読んでってことをやるわけなんですよねつまりこう能動的なな動動作が必要になります動画だとこう受動的に学ぶことができるんですねなのでまあ一一番番楽だから一番おすすすめとということですねで特に個人的によく利用している映像コンテンツはまさにこのスクールなんですね。はい あの何でかというと理由が3つありましてあの1つ目はあのネットとかにある映像コンテンツに比べて情報が虫食いになっていないからあの抜け漏れがないあのまとまっているというのが1つ理由として大きいですねで2つ目はあの映像配信サービスっていろいろあると思うんですがあのスクールではそのスクールのディレクターさんたちがあの専門家の先生を探してきて依頼をしているんですねなので情報の質が高いなって個人的にはあの感じているんですね なので、いちいちエビデンスを確認する必要がないという安心感があるので、よく使っています。3つ目は、チャット機能ですね。チャット機能があるので、他の人の学びも自分の気づきとか学びにつながるというのがいいなと思っています。まあ、つまり、人の学んだことが自分の共有財産になるみたいなイメージですね。なので、スクールをよく利用させていただいております。ただ、情報を収集する注意点としては、一つこちらですね。あの はい、もうこの絵の通りなんですが、最初のハードルは高くしないこと、これが本当にお勧めですね。あの私たちの脳みそはあの急な変化を嫌うんですね。なので、できるだけ最初のハードルは低めの方がおすすめですね。あの例えば勉強するにしても、まあ、動画で勉強するにしても、いきなり一本見るぞーってやると結構ハードル高いなって思っちゃうと思うんですね。なので、少しちっちゃめのアクションを作っていただくのがおすすめですね。 私の方でもこうスモールステップこんなものがいいんじゃないかというのをご用意させていただきました気になる授業をブックマークしていくというのがおすすめですねスクールで言えばハートマークのお気に入りボタンをこうポチポチっと押していただくのがおすすめですねでこれをやるとマイページの中でブックマークとして確認できるようになるんですねそうするとこうすぐにアクセスできるという状態になるということですねこれを隙間時間とかができた時なんかにこう流し見とか流し聞き できるということですねこれ何をやっているかというとあの流し聞きとか流し見というのはこう情報を浴びるという状態のことを指していますで、これを継続すると学ぶこととか情報収集することが自分の中で当たり当たり前になってくるんですねなのでスモールステップとしてはまずはブックマークをして時間があるときに流し聞きするここから始めていただくといいかなと思っております で先ほどからご紹介させていただいているあの佐藤さんの事例もちょっと触れていきますね。あの佐藤さんはですねあのキャリアオーナーシップを知ってまずは動画で情報収集するということをあのやり始めました。でしばらくするとあ自分は教育とか育成に興味があるのかもしれないなっていう気づきがあったそうなんですね。かつ対話で人をサポートすることが意外と得意なのかもなっていう自己理解もなんかされたそうなんですね。 そこからさらにじゃ学びを深めていこうということで、まあ、他の映像を見たりとか書籍を見たりとか、まあ、学びの間にこう足を運んでみたりとかそういったこともされたそうなんですね。それもあって今ででででは社内のワンワンの導入をを推進すするるプロジェクトの主担当をされるまでに至ったんですねそれ,にそれをやり始めてから以前よりも強いやりがいを持って働けていますというそういうコメントもしていただいておりました。 はいありがとうございますやっぱりその情報を浴びるってすごく大事なんだなっていうのと、はい、さっき大坂屋先生が言っていた、はい、知らないと選択肢を描けないっていう部分はあるんだなっていうだからこう見てる世界がいかに狭いかっていうのを思いました、はい、情報に触れるだけで本当に広がるんですよね、はい、世界がはい、はい、大坂屋先生ありがとうございます、はい、えー、最後にですね大坂屋先生から皆さんにメッセージをいただきたいと思います 今日はですね、一緒にこうキャリアオーナーシップについて、一緒に学んできましたので。せっかくこう学んできたので、まずはこう小さいステップからでいいので、一緒にあの学んで実践していければと思っております。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。スクールでは、さまざまな学びの領域、カテゴリごとに授業をお届けしております。 スクール授業のカテゴリー一覧から皆様が少しでも気になる興味があるテーマがございましたらまずはハーーートトママククククのブッッををししてて気になるる授業をストックするところから始めてみましょうご自身がブックマークした授業は一覧でも確認ができますので見返すことで気になる授業テーマの傾向などが分かって自分を知るきっかけにもなりますよ。 そしてぜひ実際に受講もしていただき、興味のあるテーマの学びを深めていただけたら幸いです。本日の受講、最後までお疲れ様でした。これからも楽しく一緒に学んでいきましょう。<music>